verte.6月30日で、十字架の結末の第二の悲劇ということで、収録曲とはもう違うんで、新しい CD が出るんで買って帰ってください。今日は、僕たちのマディスクレールから、重大な発表があるんですが、ご存知の方もいると思うんですが、今年の1月にドラムの椿が、3月にギターのシップルが、事情で抜けることになりました。待っていてくれた人とかもいると思うんですが、これからも頑張っていくので。お待ちください。そして、新しいメンバーを迎えて、8月9日大阪の心斎橋ミューズホールで復活ワンマンを行います。ラスト1曲は暴れて帰ってください。